介護高齢福祉課の出山です。緊急通報システムについてご案内します。市では緊急通報ができる緊急通報システム事業を実施しています。65歳以上の一人暮らしの人など緊急時に対応できない世帯に対し、自宅で救助が必要になった時や急な体調不良によって助けを求めたい時に緊急通報ができるシステムです。体の異常を感じた時に緊急ボタンを押すと受診センターにつながり、センターから状況に応じて家族や協力員に連絡したり救急車の出動を要請することができます。緊急通報装置には固定電話回線を利用した装置と携帯電話回線を利用した装置の2種類があります。固定電話回線を利用した装置は緊急ボタンを押すと受信センターにつながります。ハンズフリーで会話ができますので、そのまま状況を伝えることができます。携帯電話回線を利用した装置は緊急ボタンを押すと受信センターから利用者の携帯電話へ折り返し連絡が入り、状況をお聞きします。また緊急時でない場合でも健康相談などができる相談ボタンがあります。受診センターは24時間365日体制で看護師や保健師などの資格がある人が対応します。緊急通報装置の本体のほかにペンダント型送信機と人感センサーもついています。いつでも身につけられるストラップ付きのペンダント型送信機は防水機能付きでお風呂でも使用できるほか、装置本体からおよそ100メートル以内であれば通報できるため、庭先などでも使用できます。また、事故防止のため簡単に紐が外れる構造になっています。人感センサーは人の動きを感知し、倒れて自分でボタンが押せないときなど、生活リズムの異常を検知すると自動的に通報します。また、利用者が操作をしなくても外出・在宅を自動で判断します。次に緊急通報時の対応についてです。受診センターが緊急通報を受信すると利用者に状況確認を行います。会話ができない場合や電話に出ない場合は申請時に登録する協力員へ受診センターから訪問協力を依頼します。依頼を受けた協力員は利用者の自宅を訪問し、受診センターへ状況を報告します。また、緊急の場合は必要に応じて救急機関へ出動を要請します。最後にシステムの利用対象者と利用料についてです。緊急通報システムの利用対象者は、装置を使うことができる65歳以上の人で、緊急時に不安のある一人暮らしの人、または同居者が障害などにより緊急時に対応できない世帯の人です。利用料は市民税課税世帯の人は1ヶ月あたり1000円、生活保護世帯の人、市民税非課税世帯の人、または介護保険料の所得段階が第1段階から第3段階のみで構成される世帯の人は無料です。なお、このシステムの仕組み上、緊急時に対応いただける人や協力員が必要です。申請の際に緊急連絡先として親族など1人以上と、協力員として近隣住民など2人以上の届け出が必要となります。申し込み先、お問い合わせは、介護高齢福祉課、電話 22-9634、ファックス 26-3950 までお寄せください。以上、介護高齢福祉課からのお知らせでした。